それに昔のものは見るだけ、触ってもダメ。歴史がねじ曲がったらどうすんの。ケチ。さあこうしてはいられない。早速タイムマシンの性能を試してみましょう。この通りマシンは完璧です。
ついていこう。ワオ、気をつけてばっかりな。ごめん、つい夢中で。ダヴィンチだ。ピアノ、ピアノ。ほら、素敵な砂時計、欲しいな。ダメ、触ったら歴史が。触っちゃったよ。見て、私よかったよ。美しい、すみねえ。モーツァルトだ。7歳の誕生日に彼の最初のメヌエットを弾いてるんだ。かわいい、素敵。ほら、たまぐない。ほら、見つかった。それからタイムジャンプしよう。せかすなよ、やってんの。あしたシャンデリアの振りでも教えて。シャンデリア、ちょっと無駄すぎね。文句ばっかり言わないの。みんな君を羨ましがってるんだろ。誰が？見てごらん。ここは1900年のパリ万国博覧会だよ。素晴らしいでしょうが。今ここにはパリの偉大な人物が来てるんだ。一人はサイエンスフィクションの父。そう、他でもないジュール・ベルヌさん。え？ちょっとどこどこ？もっとずっと下がって。ほら、黒い帽子の。ああ、そして白い服を着てこっちへ来る人。誰だかわかる？まさか、エルシュエル。ねえねえ、何話してるの？ほら、リニアルトランスミューター。わかってますよ。ああ、メシュウェルズ。あなたの本面白かったですよ。時間を旅行する機械でした。タイムマシンですね。これが模型です。講演会用。あなたはどうも不可能なことをお書きになるのがお好きなようですね。え、不可能？あ、いや、可能性は薄くても不可能じゃありません。では時間旅行したことは？あ、もちろんですとも。あ、私も未来に行きましたよ。あなたが確か地球から月へ行ったようにね。あ、私のタイムマシンによると講演会まであと10分です。この続きはまた後で、ぜひ。時間旅行なんてありえない。不可能だ。不可能じゃないのよ、ベルヌさん。ダメ、歴史に割り込んじゃすぐにタイムジャンプしなくちゃ。まさか。ちょっと触らないでよ。せっかくピカピカに磨いたのに。よし、大丈夫だ。大丈夫じゃないってば。これは夢か。本当悪夢ですよ、ベルヌさん。君は？すいません、タイムキーパーと申します。私のタイムマシンのせいで。こんなつもりじゃなかったの。ここはいわゆる未来なのよ。ご心配なく、すぐ元の時代にお送りしますから。いや、待ってくれ。未来を見るのがわしの夢だった。どうか見せてくれ。無理ですよ。それに11時から講演会でしょ。あと10分しかない。間に合うよ。そうは言っても安全の保証もできかねますし。危険だって構わんさ。勇気あるのね。でもこの人の操作じゃ命がいくつあっても足りないわよ。もう黙ってないと圧力沼にしてやるぞ。いいか。ベルヌさん、何が見たいんですか？世界の全てに。10分間で世界を全部。まあやってみましょう。10分間世界一周だ。いってらっしゃい。これが未来。暗いな。面白い相棒だね。面白すぎて。計算間違ったかな。大変。すごい。
タクさん。運転したいなんて言わないでくれ。動かしてみたいな。やっぱし。なんでレース場なんかに。ここなら渋滞しないだろ。待てよ、逆だ。ベルさん、
けどもう時間ですよ。本当にありがとうタイムキーパー、素晴らしかった。そう言っていただければ光栄です。そしてチャーミングなガイドには、ご一緒できて楽しかったわベルヌさん。まさかこんな、信じられない、機械が喋るなんて不可能だ。いやいや不可能じゃないさウェルス君。ねえベルヌさん、ほら飛んでますよ。さようなら。さようならベルヌさん。さようなら。なんやい、元気出せよ。さあ皆さんいかがでした？私の素晴らしいタイムマシンで未来に行ってみたい方、一生に一度のチャンスですよ。帰ってくればヒーローだ。帰ってこれればね。さあどなたが。あ、ついに勇敢な家族が現れた。ブラボー。保険にかけてます？何を言ってるんだ。ないやい、いい加減にしなさい。それでは未来へ安全快適な旅をお楽しみください。いってらっしゃい。未来のマリカ、なんて綺麗なんだ。旅はおしまいです。でも皆さんの旅は今始まったばかりです。それではまたいつの日か未来でお会いしましょう。